よし、今日もやっていきましょう。今日はね、一人なんですね。で、まあ一人だったら他の人のね、通話音声など気にしなくていいので、まあ多少音量が小さくても、まあ問題ないかな。まあやっていきます。とりあえず今回もちゃんと10分測ってですね、やりましょう。今日何やるかっていうと、まあ僕一人なので、まあ整地ばっかりだとね、つまらないし、農業もつまらないので、まあたまには冒険でも出ていこうかなと。まあ10分ありますからね、まあ、余裕でしょ。じゃあ食事だけ、まあこんなシチューを持っていくか。チェスト狭いな。まあ困った時のベッドと、あと何がいる？革の服もらうか。クワいらねえし、お椀もいらねえし、テストがあるので、ちょっと枠増やしていきましょう。これ階段かな。まあいいや、ここに、いらないものを置いて、あかん、身支度するだけで時間が。多少のね、ツルハシとかを持っていきましょう。よし。あれ？あ、そうか。俺、鉄の装備だったわ。忘れてた。もうなんか、ダメだな。どっちの方向に行こうかな。森の方行くか。もう2分使っちゃったんですよね。ちょっと急がないといけない。ここ最近ずっとこうパソコンとにらめっこしてるんで、目しんどいし、寝るときなんか寝つけないし、なんか首の筋ちょっと痛いし、なんかもうすでに弊害が出てきてます。全然ね、期間経ってないんだよね。まだ始めて9日ですか、これ。うわ、なんかすげえ氷あるやん。氷取り放題やった。じゃあ、これ冒険行くと楽しすぎて家帰れないかもしれない。あ、ちょ、昆布持っていこう、昆布。こう、ちょっとアプデで作れなくなったか、ちょっと、まだ確認してないんやけど、昆布製造機、作りたいなと。ちょっとだけ昆布持って帰りましょう。まあ、こんだけでいいです。十分ですね。増えるんでね。なんかめぼしいもんねえかな。やっぱ氷ぐらいかな。イルカおるやん。なんか案内してほしいな。あ、だって案内しなくてももう沈没船がある。ちょっとちゃんと呼吸して。ダイビング。どこだ？なんかない？なんかないか？あった。本と紙と、あ、ちょっとうまく取れない。やばい、やばい、ダメージ食らってる。鷹の地図、早く上がれ、早く上がれ。ちょっと待って、やばい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 。
やばいって、本当にやばい。おお。危な。危な。一人で急に死ぬ動画撮るとこだった。ああ、そっち方面にあるんですね。またこれ、ちょっと、今日多分時間ないんで、明日撮りましょう。他なんかないかな。なんだあの光ってるやつは。サンゴ礁って光ってんの。おお、綺麗な海。いいじゃん。あ、拠点の座標忘れた。終わった。まあなんとかなるか。氷があったのはマジで嬉しいな。あと4分ぐらいですかね、体感。なんか喋ろ、何喋ろっかな。ちょ、やばいやばいやばい。これ上氷張ってるくね。やばいやばいやばい、また死ぬ。危ねえ。氷の上ね、ジャンプしながら走るとめっちゃ速いんですよ。ここ氷しかないやん。お、ポーラーベア。これ違ったかもしれん。あ、かわいいな。ちょっと待って、肉についてきてる。そんなことない。普通に俺を攻撃しようとしてる。は？お前、俺は友好的だぞ。なんかこれ以外ほとんどないな。氷しかないな。で、ちょっと、今後この先に行きたい。まあ行くか。ちょっと今日はもうお家には帰りません。お家には帰れません。今北極にいるから。シンガポール行ったことないんやけど、なんか行ってみてーけど、飛行機が嫌いでさ、あんま旅行に行きたくないよね、海外の。飛行機嫌いだから海外旅行も嫌い。なんかあんまなんもないな。シンガポールって何あるんやろな。マーライオンってシンガポールやっけ。ミャンマー、タイ、あの辺もなんか全部一緒やから分からん。ラオス、めっちゃ氷広がってるやん。今日寝る場所探そう。イカちゃんこんなところにいていいの。日が沈む。沈む。あれ家じゃね？家じゃない、村じゃね？村まで行けるか。ちょっとあと1分しかない。無理じゃね？届かねえ。今日ここの辺で野宿するしかねえのか。あれ絶対村やもんな。ちょっと今日はこの辺でベースキャンプ開こう。なんもねえ。なんもねえ。地図しかねえ。寝れるかな。まあ、あと30秒あるんで、そのサトウキビだけ取って寝ますか。
じゃあ、あれはなんだ、見なかったことにしよう。ってことで今日はこの辺で終わります。まあちょうど10分ですね。お疲れ様でした。また見てくださいね。